石川龍花は、日本の女優。埼玉県出身。ソニーミュージックアーティスツ所属。チーズフィルム、サポートタレント。西部学園分離高等学校卒業。上智大学理工学部物質生命。理工学科在学中。大学在学時より、モデルキャスティングサービス。チェリッシュドールに登録し、モデルとしての依頼を受け付けていた。年月には、 写真週刊誌フライデーの女子大生水着美女図鑑で水着姿を披露している。制作会社、芸能事務所、チーズフィルムのトレーニングを半年間受講した後、2017年8月11日に同事務所への所属が発表され、女優としての活動を開始した。事務所所属後、2017年8月の舞台、シュガーワークスでデビュー。初の映像出演は、 第2回未完成映画予告編対象出品作の、猿楽町で相馬賞の主演、床役で、同作は、グランプリと、小原信次賞を受賞し、2019年に、本編の制作が決定。第32回東京国際映画祭の日本、映画スプラッシュ部門正式出品作に選出され、2020年から、渋谷シネクイントから全国順次公開が予定されて、 いたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期となり、2021年6月4日に公開された。オーディションを経て、アスミックエース配給で2019年8月公開の映画、イソップの思う、壺の主演、亀田美和役に抜擢。同映画のキャストが公開された際、ヤフーリアルタイム検索に、石川の名前が8位にまで登った。 東方シネマズ日比谷で行われた初日舞台挨拶では、撮影の時には上映館が109館というのも、こんな光景が目の前に広がるというのも想像できなかったので、今すごく嬉しいですと喜びをあらわにした。2020年1月1日より、ソニーミュージックアーティストに移籍。全所属事務所のチーズフィルムも、サポートタレントという枠組みを新たに作り、引き続き、石川をサポートする。 同年8月から放送のフジテレビ系連続ドラマ、13にて、主人公の妹役を演じ、これが連続ドラマの初レギュラー出演となった。特技にダンス、テニス、水泳、そばの早食いを上げており、特にダンスは幼稚園生の頃から続けており、大学でもダンスサークルに入って、ヒップホップをやっていた。役者デビュー前、好きな役者、女優に、広瀬すず。 宮崎葵、綾瀬はるかを挙げていた。好きなお笑い芸人は、クリームシチュー、ノンスタイル。影響を受けた映画に、ダンサーインザ・ダークを挙げる。派手なことはあまり好まないタイプ。熊野プーさんの抱き枕を愛用している。大学生になるまで、役者の道に進むとは考えていなかったという。しかし、大学の環境が嫌になり、どこか違うところに行きたいと思った結果。 演技のワークショップを受けたところ、演技について想像していたものとは異なっていたことから、興味を惹かれ、週一でワークショップに通い続けた。役の中に自身の色が出てきてしまうのを嫌い、オーディションの際には自身のことを話したり伝えたりすることはほとんどなく、自分より役を見てほしいと考えている。これは、スーパーインドローラーの舞台稽古中、役を演じていたつもりが、それは、 竜華だからと指摘されて悔しかった経験から来ている。オーディション前にはカフェなどに入ってイメージに近い音楽を聴くことで感情にスイッチを入れているという。役者としての将来像は芸能人じゃない人、普通の人を普通に演じられる人、と答えており、石川竜華という名前よりも役名で覚えていてもらえるような役者を目指している。映画、イソップの思う。 壺のオーディション終了直後、担当の監督3人の間では、特別、石川が良かったという意見は出ていなかったものの、特別化があったり、特別芝居が上手かったりを超えた何かを感じ取り、3人の監督全員が、この子は残しておこうと石川の名前を候補に残していた。結果、新人女優ながら、ヒロインへの抜擢へと至った。映画監督の小山隆が、 第2回未完成映画予告編対象出品作の主役をどうするか考えていた際、インスタグラムで石川の写真を見て、まだ女優の仕事を行っていなかったものの、この人、すごい実在感があるなと強く惹かれ、ダイレクトメッセージで出演をオファーした。映画化が決定した際も、石川を最初にキャスティングし、石川さんだけは絶対に残したいとプロデューサーに伝えたという、短編映画、 ありがとうございます。